合同合宿覚えとる？うん。立花しおり、旧姓は松村しおり。彼女はその合宿中に渡辺康介から性的暴行の被害に遭っとった。青木奈々に会って話聞いてきたんやわ。奈々、陸上部の？そう、マネージャー同士で当時立花しおりと交流があったらしい。立花ってのは母方の名字やそやわ。これが当時の写真。思い出しました、あなたのこと。合宿の時お会いしてましたね。できたー。どうしたんですか？なんか貧血みたい。奥で休ましちゃったような。お水持ってきましょうか。あっち手足りとらんみたいよ。行ってあげて。あの時あの日から人生が一変しました。なのにあなたは世界を変える30代。